まるです。本日はですね、タイトルとサムネイルにあります通り、ユニゾンエア運営さんから夏の営利イベントユニア祭りの景品が届きましたということでね、それを開封していきたいなと思います。それでは、レッツゴー。いや、ようやくレイマルの手元にも届きました。景品はセンスとチェキということで、早速開封していきましょう。いきまーす。おー、はい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 。いいっすね。いや、なんか確かにセンスなんで、ちょっと分厚いですね、封筒が。表面がこんな感じで、キラキラ使っております。さて、早速いきますね。初見開封だよ。まずはセンスから。はい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 、センス。斉藤風花って書いてる。やばい、めちゃめちゃテンション上がる。あ、ちょっと寝起きなんで。寝起きなんで声があれですけど。で、おー、すげえ。こんな感じと、あと1個チェキが入ってるって感じかな。この4つですね。ということで1個ずつ見ていこうか。まずはこの、すげえ、めっちゃキラキラしてるユニア祭りって書いてて、こんな感じ、綺麗な手紙が入ってると。で、裏に、こんな感じで、文章が書いてます。で、真ん中に、景品のセンスとチェキが、ここで、贈呈しますっていうことが書いてます。で、軽く読むと、ユニゾンエアで迎えた2回目の夏、ケヤキフェス2021ではたくさんのファンに囲まれたライブ会場で輝く彼女たちを見ることができ、本当に嬉しく思いますっていうことが書いてますね。入賞誠におめでとうございます。ということで、推しへの果てしない愛情と入賞への奇跡の証として、クリエイターチームより限定グッズをお送りいたしますやって、いや、泣きそう。推しへの果てしない愛情だって。で、最後にユニア祭りのストーリーが書いてるね。大きな花火が打ち上がり、夏も真っ盛り。気づけばユニゾンエアの2周年もすぐそこです。未だ不安定な世の中続く中、全国ツアーの発表などを確かに前進し、そして輝こうとしている彼女たち。これからも驚きや感動を作り続けてまいります。記念すべき2周年も日頃の感謝の気持ちを込めて盛大にお祝いできるよう準備いたしますので、どうぞお楽しみに。今後ともユニゾンエアをどうぞよろしくお願いいたします。クリエイターチーム一同ということで、いや、やっぱりさ、運営の各文章が本当に毎回好きで、なんか本当にグループのこと、櫻坂日向坂のグループのことも応援してるし、僕たちのファンのことも丁寧に思ってくれてるっていう、このクリエイターズレターを、いただきました。そしてですね、さっきチェキいきますか。出てるんで。俺、過去一好きなチェキかもしらん。それでは、こんな感じですね。チェキは、櫻坂46の斉藤風花っていう、サインと、ここ下、一緒に夏祭りデート気分だってさ、もう、かわいいかよ。かわいすぎ。しかもこの音符が青色っていうね、ちゃんと色分けがあるっていう。俺、過去一好きなチェキかもしらん。やばい。文章もそうやけど、浴衣のふーちゃんがもう、鬼かわいいんですけど、やばい。このチェキはやばいな。めちゃめちゃ嬉しいな。ちょっと過去のチェキもちょっと持ってくるね。まあ、過去のチェキが、まあ、こんな感じ、ユニアで撮ったチェキね。これが1周年のドレス衣装チェキ。これが、2021年の正月のチェキ。で、これが、この前の 1.5 周年の、チェキなんですけど、いや、このね、3枚、まあ、どれももちろんね、手に入れてるからお気に入りなんですけど、ちょっと一番の、過去一のチェキになりそう。やばいな、これ。あ、このケースは、プロプロテクトっていう広角ケースですね。UV カットのケース。多分みんなこれ使ってる方多いんじゃないかな。概要欄にリンク貼ってるんで、もしね、気になる方は、見てほしいんですけど、この大きさの、プロプロテクト、3枚組なんで、ちょっと今、手元にプロプロテクトがないので、ちょっと後日 Amazon で、買おうかなと、自分もね、買おうかなと思います。いや、マジで、これはやばい。もう一回見て、もう一回。やばくないこれ。一緒に夏祭りデート気分やって。あ、なんかそういう気分に一瞬させてくれました。で、最後、センスですね。これどんなんなってるんやろな。こう、センスのちょっと保管が難しいな。なんかクリアケース、センスが入るクリアケース、ホコリ入らんようにケース買って、そこに立てかけようかなと思ったりだとか、どうしようかな。ホコリ溜まっちゃうしな。しかもこれもね、斉藤風花ってちゃんと書いてるんで、これもこの袋自体も保管したい。いきますね。これどっちが重たいか、こっちか。せーの。丁寧にゆっくり。おー、こんな感じになってる。ちょっと俺も見ていい自分で。いつもありがとう。暑い時に使ってね。うわ、真ん中に豚がある。これ多分だろうね。櫻坂46斉藤風花。これも豪華な扇子よ。これ約17万円ぐらいの扇子なんでハワイってことでちょっとみんなにもちゃんと見せるね。ここに、いつもありがとうってか暑い時に使ってねって。で真ん中に絵ですね、絵が描いてあって、こちらに、サインが、描いてるという豪華な扇子となっております。まあ確かにこれはこれでなんかこんな感じで置き立てておきたいよね。こんな感じで過去に字が書いてる景品はこれが2020年の正月なんですけども、おみくじがあって、これにしっかりと記入されてるのが、2020年の正月、これが、今年の正月なんですけど、このチェキと一緒にゲットした年賀状ですね。年賀状にこんな感じで文章が書いてあって、ちょっとこれ裏に、こんな感じで、サインが書いてるって、もうこれもしっかりと見やすい景品なんですけど、なんか物にしっかりと書いてあるのはすごい嬉しいね。こういう感じでね飾っておくのもすごいいいかと思います。で最後に、この玄関にですねサイン入りの T シャツを飾ってるって感じなんですよね。こんな感じで、これも玄関すぐなんですけど、ここにもいつもねこの T シャツに行ってきますっていうしてる感じで、ございます。はい。というわけで、今回ね、夏のエリーイベントの景品開封をしていったんですけど、これをね、動画に残せるっていうのも、毎回毎回本当に自分の人生にとってもすごい幸せなことやし、こうみんなにね、リスナーのみんなに、この開封の瞬間をお届けできる立場であるっていうのも、すごい嬉しいなっていつも思っております。いかがだったでしょうか？本当に合同のエリーイベントは正直しんどいけど、いやー、これね、1位になりたいなって思って、めちゃめちゃ。でもこの扇子どうやって保管しようかな。もしねこれ見てる方で僕も景品ゲットしちゃおうっていう方は、この扇子どうやって保管するかぜひねコメントいただけると嬉しいでございます。今のところレイマルはなんか立てるやつを買ってこうやって立てたいねんけど、やっぱり埃かぶっちゃうから、こういうケースもう欲しいなって思いながらも、ちょっとこうやって閉じて保管するのもちょっとねなんかもったいない気もするし、いやーなんか怖いなこのまま持つの。このチェキはもうレイマルの一番のお気に入りに今なりました。本当に嬉しい。はいということで、景品開封でした。景品開封までがねエイリーイベントなので、夏のエイリーイベントイニア祭りの、応援皆さんありがとうございました。次はね来月おそらく開催されるだろう2周年のエイリーイベントなんですけども、もちろんね、ふーちゃん連1位を狙ってもう一度走りますので、ぜひね、応援していただけると嬉しいで、ございます。この動画でレイマルのこと知ったっていう方もね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。リスナーの皆さんは高評価もお願いいたします。ということで、次回のエイリーイベントも景品開封できるよう、頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。それでは、バイバイ。